そのセドリックなんですが、運転しているとどんどん心が穏やかになっていく、そんな本当に気持ちをリラックスさせてくれる一台に仕上がっています。デザインを優先して、ここのピラーがない作りになっています。まるでソファーでくつろぐような体勢でドライブを楽しむことができるんです。このセドリックは日本を代表する高級サルーンとして、トヨタのクラウンとともに高級車市場を席巻しました。この5代目セドリックは当時の最先端の技術をふんだんに盛り込んだ1台でした。時代の最先端を走り、技術の日産を体現した1台です。このセドリックは中身も最先端の技術が使われていますが、このエクステリアに関しても先代からイメージを刷新しています。この方のセドリックですごいなというふうに個人的に思う点なんですが、この車よく見てみるとすごい複雑なプレスラインをしているんですね。このように日が当たってきた時に影によって陰影ができて、この車が非常に立体的に見える。これがこの車がこう高級車らしさを演出している一つの理由だと思いますし、非常にコストをかけて作られたんではないでしょうか。サイドに回り込んでいった時に、この車で一番特徴的なのはここの B ピラーがないことです。この車はフォードはハードトップと呼ばれ、後部座席に座った時の景色や横からデザインを見た時のデザインを優先して、ここのピラーがない作りになっています。実際に覗き込んでみると、まるで額縁かのように後ろの景色が綺麗に見えるようになっているんです。他にも特徴的なのがこのリアウィンドウです。リアウィンドウがここで終わらずにかなり回り込むように曲線を描いてリアウィンドウができています。これによって実際に運転してみた時に、交差点で曲がる時や後方を見たい時にさっと後方確認ができて、非常に運転がしやすかったです。またこのトランクのデザインにも非常にこだわりを感じられます。今の車であればここを直線にして少しでもトランクの容量を増やす、そういった設計になっていたと思います。この時代の車はデザインを優先してトランクの容量を狭くしながらも外見にこだわっている、そのあたりにこの車がスペシャリティカーだったという面影を強く感じることができます。続いてセドリックの内装を見ていきたいと思います。この車の内装なんですが、あまりにも優雅なデザインで、車というよりはゆったりとくつろげるリビングのような作りになっています。まるでこのシートもこの空間の中で見るとソファーのように言い間違えてしまうぐらいリラックスしたゆったりした作りになっています。この車で強いこだわりを感じるポイントがあります。それはシートベルトです。シートベルトを通す穴がこの車は見当たらないんですね。なんとこの車はここの開放感を出すためにシートベルトを通すためのベルトが上からぶら下がっています。しかもこのように収納して隠せるようになっているんですね。で、実際にシートベルトをつけるときにはシートベルトを出していき、この上にシートベルトをまず最初に留めます。その後普通のシートベルトのように引っ張ってきて使うことができます。このようにデザインを優先して様々な工夫がなされている、そういった本当にこだわり抜いた1台になっています。この後部座席とっても優雅なんです。何がすごいかというと、初めてこの車に乗って体験したんですが、この車なんと助手席の後ろがこうやって穴が開くようになってるんですね。で、何ができるかというと、靴を脱いだ時にこのように足を通してこんなにゆったりしながらドライブを楽しむことができるんです。さらにこの車、ここに何もないので本当になんかオープンカー、そういった印象をこのまるでソファーでくつろぐような体勢で外の空気を味わい、景色の変化を楽しむことができます。また特徴的なのがこの後部座席の角度なんですが、普通の後部座席よりもさらに後ろに寝ているんですね。なのでシートの座り心地もふんわりしていてソファーみたいなんですが、実際に座った時の姿勢というのもソファーのようにゆったりした姿勢になっています。またゆったり角度がついていることによって頭の位置がちょっと後ろに下がるんですね。そしてこの C ピラーによって頭の横がかぶさるので、日差しが入ってきた時にあまり眩しくない、それで行きながら視界よりも後ろにピラーがあるので
視界が遮られることはないというふうにいろいろ考えられて作られている設計になっています。乗り心地がとっても良くて雲に包まれるようなそんなゆったりしたフィーリングが味わえるんですが、この車のすごいところはこれだけゆったりしながらも決して運転するのがつまらない退屈するといったわけではなく、運転するドライバーの心をくすぐるものもありながらこれだけ優雅にのんびりと楽しめる、そういうふうにまとまっているのがこの車の面白いところです。80年代からまあ早い時だと70年代から出てる車なので、あんまりこうボディ剛性とかは期待していなかったんですが、実際に乗ってみるとボディが結構しっかりしていて、W123 ほどではないんですが十分な安心感があります。この車は B ピラーがないのでやはり剛性は出しにくいと思うんですが、そういった中でこれだけの安心感を作り出しているのはとてもエンジニアが頑張って開発した証拠なんではないかと思います。